2019年ラグビーワールドカップアンバサダーの菊谷隆です。僕が印象に残っている出来事は予選プールのスコットランド戦。台風の中で開催が危ぶまれた中、自治体の方々、ボランティアスタッフの方々がご尽力いただき開催に至ったこと、そしてその気持ちに応えたラグビー日本代表がスコットランドに勝利したことです。